さあ、それでは本日の先生をお呼びしましょう。この方たちです、どうぞ。キースさんです、お願いします。キースさんとは以前、なにわなでしこという番組で大変お世話になりました、はい、およそ3年前なんですけど、はい、メンバーのこと覚えてますか？もちろんメンバーね、覚えてますよ、覚えてますよ。近藤なんて大人っぽくなったな。ありがとうございます。そんなこと言うようになったの？ちゃんとありがとうございますって言えるようになったの？はい、実は今度3年前は超問題児。こいつ何なんだよ。スタッフ一同困り果て、近藤を何とかしようという企画もやりました。もうロケ中にアイスは食べに行かない。アイス食べ行ったり、ボロボロだ、ひどかったもんな、ほんだな。はい、他メンバーみんなね、それぞれ覚えてますけど、うん、はい、はい、では今日はピースさんと何をするか。大丈夫なの本当に？半笑いですけど、半笑いで進んでいっちゃってるけど、これ今リハ中ですか本番です？はい、頑張ります。じゃもう一回改めてお願いします。今日はピースさんと何をするかと言いますと、 NMB48 川柳発表会ということで、今回はメンバーに考えてきてもらった川柳の発表会。テーマは NNB に関することなら何でも OK。 それではまずは又吉さんに見本を見せてもらいましょうかね、はい、今の一瞬だけおばあちゃんになりましたよね。それでは行きましょう。ピース又吉さんの NNB 川柳、はい、何事も前向きにやるバカな子らね。急にまさかの毒好きっていう、うん、ポイントは、あのポイントは何事もの名がまず N ですよね、はい、お、なるほど。そして前向きにやるが M ですよ、はい、はい、バカな子らが B なんですよ、ね、あら、すごい、まあ、こういう技もありますから。なるほどね、褒めてますからね、前向きでいいですよっていうね。ありがとうございます。ただ全く笑いが起こらなかったんで、ものすごい不安になりましたけどね。メンバーに発表してもらいたいと思います、うん、